タロットリキタロットリキです。6月21日火曜日、夏至。今年の夏至は暑いです。まず七曜が火曜が当たってますね。ちなみに祝曜27祝では、この老祝が21日の夏至に当たっております。老祝の方要注意です。ちょっと後で説明しますが、そしてですね、まずこのなぜ夏至が暑いか、今年の夏至が暑いかと言いますと、この老祝が属しております宮が陽宮でありまして、この陽宮はこの火星なんですね。何かこうもうカッカカッカと燃え盛るようなエネルギー感じますね。この老祝の方がなぜ危ないかと言いますと、まあ、今量販期間なんですよね。6月28日まで量販期間で、まあ冥祝が当たってて、冥祝あんまり良くないんですよ。にもかかわらずこの量販期間ですので、この六外祝の命も当たるわけなんですね。命を落としかねないぐらいの大悪日です。しかも火曜日で、ね、さらにね、要求の火曜日も当たって、まあなんかこうカッカカッカカッカしてる、もう本当にねカッカカッカしすぎて、ハッスルしすぎて、副上司なんかしないでくださいね。もう老祝の方もう注意です。気をつけてください。それでですね、まあ夏至といえば、まあ1年のうちで一番日が長い日ということでして、今年の夏、良い夏でありますようにと念を送りたいと思います。まあ、皆さんね、思いませんか、生命の息吹の季節春からそのまま夏に移行してくれたら、あーいいなーなんて思いませんか。だけど実際には春からその夏に季節がね移動する、その境には梅雨という嫌な季節がありますよね。だけどこの梅雨、まあ、今その真っ只中ですけれども、この梅雨やっぱり非常に意味があって、夏ってもう夏のうちに全てを燃やし切らなきゃいけないんですよ。燃やし切って秋へ移行しなくちゃいけない。生命の息吹の季節春以上のさらなるパワーが必要なんですね。そのパワーを蓄える期間が梅雨なんですよ。例えば古代文明を育んだナイルのようにね、ナイルの賜物といって、こうナイルの川が氾濫するからこそ、こう土壌が肥えてね、そこに生命の息吹が芽生え、そして豊かな豊かな文明が発展する、大きな大輪を咲かせる。夏が夏であるためにこの鬱陶しい梅雨という季節は必要なんですよね。今この時期に夏はしっかり力を蓄えているわけです。6月21日火曜日、老祝に命を合わせまして、まあ、カード3、そして5の位置にムーン、そしてタイ、まあ、秋に向けてもう燃え尽きてまた振り出しに戻るようにザ・フールと、この3つを置きまして、さらにですね、そうだな、まあ3にはお話しさましょうか。そして5には薪、ガソリンね、そしてハート、そして愚者にはいいひらめき、出会いがあるように、そしてそれを約束するように指輪を置きましょう。 OK。 さあ行きましょうか。じゃあ今からエネルギーを送りますんで、今年の夏ね、皆さんいい夏過ごせますように、力いっぱいね、みずみずしいエネルギッシュな夏過ごせますように。
オンアラハシャノウ、オンアラハシャノウ。我独尊と思い独尊を極め、我独力と思い独力を極め、黄金色の羽を広げ天庭へと飛ぶ、オンアラハシャノウ、オンアラハシャノウ。よし、帝位はそうなり湧き立つようにね、燃え上がる緑、夏が皆さんに訪れます。もう今からですけど、水分補給気をつけてくださいね。私たち人間の 60% 水分です。子供は 70% です。水分補給忘れずに、がっつり2022年の夏を生きてまいりましょう。リッキータロットリッキーはですね、今ここならで電話占いを始めています。お困りごと、お悩みごとある方、ぜひ一度ご利用なさってください。男のタロット、リッキータロット、リッキーがですね、皆様のお悩みごと、お困りごとをズバッと霊感タロットで解決いたします。7月からはですね、夕方6時からがっつり待機しようと思っておりますので、ぜひぜひご利用ください。そしてまたこのチャンネル、リッキータロットにも遊びに来てくださいね。いいなと思ったらいいねボタン、そしてまた見てみたいなと思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。